どうもこんにちは。今回はですね、ついに購入しましたオノ、ハスクバーナゼノアってやつですね。でこれもですね、またアマゾンで購入したんですけども、アマゾンのベストセラーということで、まあ、これがいいんじゃないかなということで買ってみました。とりあえずこんな感じでカバーがついてます。このままだと外れないような感じですね。で、これをですね外すと、こう斧が出てきます。一応刃がついてる感じですね。刃はついてるんですけども、今回これを選んだのはベストセラーっていうのもあったんですけども、安い斧、これをですね探しているとどうしてもですね、買ったばっかりだと刃がちゃんとついてなくて切れないとか、一回研ぐ必要があるとか、そういうことが結構書いてあったので、そういう意味ではレビューの良かったこれにしてます。じゃあですね、初めての試みなんですけども、巻き終わってみますか。もちろんですね、斧で巻き終わる経験なんて全くないので、できるかちょっと不安ですけどね。思ってスッと入っていく感じですね。これなんで1本全部やっちゃいましょうか。こんな感じですね。ちょっと汚れたぐらいで全然平気かな。まあ、もちろんなんですけども、下がアスファルトじゃなくて、例えば丸太とか木の下でやるのが一番いいでしょうね。こうやってゴンってやった時に、下がアスファルトだとこうカキンと跳ね返ってしまって、ここの刃が欠けるとか、そういったことになるかもしれないです。ということで、今の巻き割りでできたのはこんな感じです。今まではですね、これを1本の巻きでそのまま火にくべてたんですけども、これからはですね、斧があるので、こういう風にですね、ちっちゃく切り分けたりとか、今焚き火台が大きいので、ちっちゃい焚き火台を買って、これをちょっと1本ずつ入れていって、少しずつ燃やしていくとか、別の焚き火台を買ってもまた楽しめるのかなと思います。今まではね、どうしても薪がやっぱり大きかったですからね、そのまま燃やすっていうのがなかなか難しかったんですが、こういう感じに細くできたりもするので、これからはね、焚き火がもっと楽しくなるんじゃないかなと思います。まあ、この斧様々ですよね。この商品が届いてからまず割ってみたんですけども、届いた状態でも問題なくこうやって割ることができます。こだわる人はですね、もっとこうナイフみたいにこうスッと切れるのがいいとか、それこそここでティッシュが切れるぐらいの切れ味が欲しいとかっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、僕みたいにこういう風に斧でただ単純に薪を割りたいっていう人の場合はですね、これで十分じゃないかなと思います。あとはですね、これ結構力を入れてやるので、どうしてもですね、一
一番最初の1投目とか、危ない時があります。でこれぐらいの切れ味であれば、仮にねちょっと手に当たったぐらいであれば、まあ、少々の傷ぐらいで済むんじゃないかなと思いますが、あまりに切れ味がいいとですね、重さもあるので重傷を負ったりする可能性もあるかもしれません。まあ、そういう意味ではね、これぐらいの切れ味の方が僕はいいと思います。安全面を考えたらね。次回のキャンプとかはぜひキャラベルちゃんも連れて行ってあげたいなと思ってるので、キャラベルちゃんの巻き割りってのも見てみたいですね。これ結構ずっしりするんですよ。1キロあるかもしれないですよ。ただ落としただけでこれぐらいの力はあるので、歯を研ぎすぎると危ないかなって感じがします。この斧なんですけども、この形結構かっこいいなと思うんですが、このグリップ部分をレザークラフトでやってみるとか、あとこの辺ですね、持ち運ぶときはだいたいこうやって持つと思うんで、この辺にカバーつけてみるとか、いろいろやりたいことは広がるんじゃないかなと思います。ただ間違いなくこの斧は買ってよかったなと、今これをやっただけでもさって思うので、もしですね斧選びに迷ってる方がいたら、このハスクバーナっていうのはありかなと思います。またね、巻き終わるともう焚き火がしたくてしょうがないですから、1週間ぐらいはお預けになるんじゃないかなと思います。ということで次回のキャンプからはこれも持っていって、巻き割りと、その辺もお届けできるんじゃないかと思いますので、ぜひまた見てみてください。それではまた次回に。